それではただいまより第48回成長戦略フォーラムを開催いたします。本日はシャボン玉石鹸の挑戦、自分を守るがみんなを守ると題しまして、昨年創業110周年を迎えられました北九州市若松区にございます無添加石鹸で非常に有名なシャボン玉石鹸株式会社の森田隼人社長様にご講演いただきます。それでは皆さんこんにちは。はじめまして、シャボン玉石鹸株式会社、社長をしております森田と申します。本日はですね、ウェブでの開催ということですけれども、ちょっと不慣れな部分もありますけれども、お付き合いいただければというふうに思います。まず、こういったテレビコマーシャルなども行いながらですね、全国に無添加の石鹸を販売している会社でございます。この CM 北九州の方は結構ご覧になっていただいている方も多いんじゃないかなと思いますけれども、北九州から全国に向けてこういったものを発信しております。で、企業理念はですね、健康な体ときれいな水を守る、これをモットーといたしまして無添加石鹸の製造を行っておりまして、ビジョンといたしまして技術の分野で世界一を目指そうとか、で石鹸と合成洗剤、この2つ全く似て非なるものなんですけれども、この2つの違いを一般常識皆さんに知っていただけるようにしていこう、で石鹸といえばシャボン玉というブランドを築いていこうというふうに日々頑張っております。はい。で、まあ、石鹸と一口に言いましても固形石鹸だけではなくてですね、まあ、洗濯用であったり、あとは体を洗うボディーソープや手を洗うハンドソープで、髪の毛を洗うシャンプーとか、あとは、歯磨き粉ですね、まあ、そういった洗うもの全般、食器洗いとか、まあ、そういったもの、あらゆるものを、北九州の若松区にある本社工場で作っております。でですね、今日ちょっと、せっかくこういうオンラインで特に画像共有してますので、今回スライドで動画をちょっと多用してまして、新しく作ったものもあってちょっと不安な部分もあるんですけれども、まず最初にうちの会社のざっくりとした紹介をするような、ビデオがありますのでご覧いただければと思います。どうも、はじめまして、よろしくお願いします。いやね、うちのおかんがめっちゃいい最高の石鹸があるって言っててんけど、その名前を忘れたらしいね。最高の石鹸、何やろうね。そりゃ僕も知りたいよ。一緒に考えて思い出してあげるわ。まずどんな特徴なの？うちのおかんが言うに、花ザ無添加、無添加のパイオニアみたいな石鹸らしいね。歴史もあるらしいで、ね、言うとったわ。そりゃシャボン玉よ。創業1910年、去年創業110周年を迎えたシャボン玉石鹸や内観、47年前からこだわって無添加太筋。一時期環境に悪い合成洗剤を売っていた時期もあったんやけど、先代社長が悪いと分かってもんは売るわけにはいかんという強い思いで無添加太筋に切り替えたんよ。でも時代はまだ環境や安心安全を求めてなかったから売り上げは激減。それでも17年の赤字を耐えて石鹸の普及に取り組んできたすごい会社や。シャボン玉石鹸で決まりよ。でもな、うちのおかんが言うに、花何かすごい高級品らしいね。ほらシャボン玉違うか。めちゃくちゃこだわって作ってるのに1個130円とかなのよ。世の中には1個何千円もする石鹸なんかがある中で、シャボン玉は高品質でお求めやすい値段なのよ。そう、いや、おかんが何か他の特徴も原因取ったな。特徴としては1個の石鹸作るのに1週間もかけて作るらしい。しかも舐めれるらしいね。そりゃシャボン玉や。普通石鹸作るのによ5時間しかかけへんのに、昔ながらの製法にこだわって1週間かけて1個の石鹸作ってんねん。原料を大きな釜で炊き込んで作る職人技術が必要な製法で作ってて、石鹸業界では浜滝10年っていう言葉があるくらい奥の深い製法なんよ。で、その職人たちはその日の気温や原料の油の状態を見て、反応具合を確認するのに石鹸を舐めて微調整するのに好みとかがあるんね。だから1個130円は安すぎると思うね。僕はもうシャボン玉石鹸で決まりや。ほらやっぱシャボン玉石鹸で決まりなんかな。でもな、うちのおかんが言うには、その会社のロゴ、マスコットキャラクターがすごいおしゃれでムキムキや、肉体美もかっこええでって言うとったわ。おかんはそれも好きやって。ほら、シャボン玉違うよ。シャ
シャボン玉のキャラクターはこれ以上ないくらい丸っこくて、ほいで昭和感満載やねん。逆に今、一周回行って新鮮さがあるくらいや、一筆書き見たやけど違うねん。どこまでが紙で、どこから輪郭やねんって思うね。でも僕はこのシャボンちゃんっていうキャラクターはすごく良いと思うし大好きよ。うん。で、あとうちのおかんが言うに花、その石鹸は何も色づいてへんし、匂っても全然いい匂いしないって言うとったわ。シャボン玉石鹸や、石鹸のいい匂いって、体外合成の身体に悪い香料の匂いやからね。当然シャボン玉は無添加やから香料も使ってないよ。そいで、シャボン玉石鹸は香りの害と書いて、香害っていうのを世の中からなくそうと啓発するくらい無添加無香料。健康な体と綺麗な水を守るという企業理念を大切にしとんのよ。だから、おかんの言う、いい石鹸はもうシャボン玉石鹸で決まりや。健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸、よろしくお願いします。はい、スマートアバターというものを用いて、パワーポイントなんかを作ってこう動画を作成できると、まあ、北九州のボンドという企業様のシステムなんですけれども、こういったものを作ってみまして、まあ、あの多少滑ってるとは思うんですけど、あの石鹸会社なだけに滑ることはご了承いただければと思います。で、まあ、今簡単に説明しましたけれども、おかげさまで、昨年創業110周年を迎えることができまして、まあ、ただその創業当時からこの健康な体ときれいな水を守るであったり、この、無添加石鹸を作っていたわけではなくて、一時期1960年頃、合成洗剤を作っていたんです、販売していたんですけれども、まあ、それによって私の父先代社長が、肌荒れに悩んでいて、で、まあ、悪いと分かった商品は売るわけにはいかないというふうに一大決心いたしまして、今から約50年ほど前から現在のような、無添加石鹸一筋の会社に、切り替わっております。まあ、ですがその50年前、今から47年前か、まだまだ、安心安全とか環境言われてない時代でしたので、まあ、売上が非常に厳しい、赤字が17年続くというのがあったんですけれども、まあ、それでも、もう悪いと分かった商品は売らないという強い気持ちで、ずっとこう無添加一筋でやってきたというような会社でございます。で、まあ、そのじゃあせっかくなんでですね、石鹸と合成洗剤何がどう違うのっていうところも分かりにくいんですけれども、ちょっと簡単にですね、その合成洗剤の有害性が見て取れるような動画がありますので、ちょっとこれも3分ほどですけれども見ていただきたいと思います。シーズビジョンというところから出ている本当に安全合成洗剤というようなビデオの一幕です。3分ほどですね、ご覧ください。アジを使って合成洗剤と石鹸の毒性の比較をしてみましょう。左の水槽には台所用の合成洗剤を、右の水槽には台所用の水石鹸を入れます。濃度は界面活性剤として左右とも 100ppm、 水に対して1万分の1の比率です。この割合は普段私たちが使っている洗濯水を3倍から4倍に薄めた濃度とほぼ同じです。2分も経たないうちに合成洗剤を入れた水槽のアジは苦しんでもがき出し、汚染された水から逃れ出ようと必死です。石鹸水の方は石鹸カスで白濁はしていますが、こちらのアジは元気です。洗剤を入れてからほぼ3分後、合成洗剤の水槽のアジはついに死んでしまいました。直接の死因は
合成界面活性剤によって酸素を取り入れるエラの細胞が破壊されてしまったからです。口の部分は内出血さえ起こしています。これは体の表面から合成界面活性剤が浸透した証拠です。これに比べ石鹸水の水槽にいるアジは悠々と石鹸のカスを食べています。石鹸カスの成分は家畜の餌として使われているものと同じ成分で全く無害な物質です。排水された石鹸成分は微生物や水生生物の餌となって生態系の循環に寄与するのに対して、合成洗剤の排水はゆっくりと分解しながらさまざまな生物を傷つけ、その実害が自然界に蓄積されていくのです。非常にショッキングな映像なんですけれども、石鹸と合成洗剤、成分的にこれぐらいの違いがあるというものです。でちなみに使っているその洗剤、合成洗剤もその業務用の特別強力なやつというわけではなくて、一般的な成分のものですし、で一方使っている石鹸、この石鹸も実はシャボン玉の石鹸ではないんですね。他社の石鹸で成分としてこれぐらいの違いがあるというわけでして、環境中に流れたらこのように、当然もっと小さな微生物は一瞬で殺しますし、大きなこの魚も殺してしまう。で当然、魚のエラの細胞を破壊してというありましたけれども、我々の人間も細胞でできてますから、やはり肌に対して、どうしても合成洗剤というのは有害性があるというので、肌にも環境にも優しい、石鹸、我々はこう無添加石鹸というのを推奨しているわけなんですね。で最近スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、いろんなところに行くと、結構こういろんな自然派、植物生まれとか、なんかこう無添加の商品っても非常に増えてきたんですけれども、ただですね、結構偽物が出回って、偽物といったら語弊があるかもしれないんですけれども、無添加と書いてあっても、実は思っているような商品じゃないということが非常にたくさん今増えてきております。それがどういうことかというと、自然派であったり無添加を歌って、無添加表示があったとしても、成分がいわゆるその合成界面活性剤を使った合成洗剤で、さらに、無添加と書いていってもいろいろ含む、これは洗濯食器洗いとか、に限らずシャンプーなんかもそうなんですけれども、我々シャボン玉石鹸の場合はもう成分も石鹸成分のみで、他のものも何も入れない、これが無添加なんですけれども、今現在表示法上はですね、こうあれも入ってる、これも入ってる、それも入ってる、でも例えばこう、保存剤が入ってないだけで他のものはいろいろ入ってたとしても大きく無添加で、小さく保存剤無添加とか着色料無添加とか、それ書くだけで、もういろんなものを入れて商品作ることができ、表示することができるんですね、無添加という。でそれはおかしいじゃないかと、我々も思っておりまして、で食品以外で無添加という言葉を化粧品、石鹸とかに使い出したのはシャボン玉石鹸が一番最初、いわゆる無添加のパイオニアを自負しているんですけれども、だからこそこう無添加という表示がこうすごい独り歩きしているのが、すごい問題だなというふうにも思っておりまして、例えば新聞広告なんですけれども、無添加を疑えというような、コピーでですね、これ今食品なんかを選ぶとき結構商品の裏書きを見る方、だいぶ増えてきましたけれども、同じように、体に直接触れる石鹸洗剤、こういったものも表面のパッケージだけに騙されないで、中の裏面を見て成分表示、こういったものをしっかり見て商品を選んでください。表に無添加と書いてあっても見たことないカタカナがたくさん書いてあるような商品、今本当にたくさん増えてますし、その植物生まれというのもそうですけどね、そういうのがたくさんあるので、そうではなくてしっかり裏面を見て、商品を選んでいただきたい。シャボン玉が考える無添加っていうのはもう本当これしか、もう主成分だけ、それ以外は入ってないなんですけれども、残念ながら今一般的には、いろんなものが入ってても何々が入ってない無添加というものが非常に、流通してしまっていますので、ぜひ、商品を選ぶ際はですね、ちょっとこう裏の表示もしっかり見る、食品なんか本当に多いと思うんですけれども、同じように裏を見るというのをぜひしていっていただければと思います。そして、
まあ、自分自身もしくはご家族の、肌であったり環境というのを守っていけると思いますので、まあ、それがそうしていただければいいなというふうに思います。はい、こういった石鹸、まあ、合成洗剤と違う石鹸をいろいろ作っているんですけれども、まあ、今ちょうどこうコロナ禍で、非常に大変な時期続いてますけれども、今回の講演の演題にもなっています。自分を守るがみんなを守るなんですね。これはあの新聞広告でですね、2020年、昨年ですね、出させていただきましたコピーの一つです。で、まあ、手洗いというものは感染予防のもう基本の木、一番大事なのがマスクでもうがいでもなくて石鹸による正しい手洗い、これが一番感染対策の基本なんですけれども、まあ、自分を守るだけではなくてそれが周りの人を守ることにもつながるというようなので、こういった広告を出させていただきました。で、このコロナ禍でですね、昨年からですけども、あのハンドソープの需要というのは非常に伸びました。で、2020年明けてぐらいからまずこうマスクがなくなって、でアルコールがなくなって、でハンドソープはそんなになくならないんじゃないかなと私自身思ってたんですけれども、というのはこうマスクはもうそもそもそうそう家に置いてないですし、アルコールもご自宅にあるから多分少ない。でもハンドソープはもうそもそも家にあるだろうから、まあ、なくなっても詰め替え用が売れるぐらいかなと思ってたんですけれども、これあのシャボン玉石鹸に限らず、他のメーカーさんもですね、ボトルから、ハンドソープのボトルからどんどんなくなっていったんですね。5月ぐらいとか本当に、スーパードラッグの売り場からハンドソープがなくなるような状況が出てしまったんですけれども、そのボトルからなくなるのを見てですね、今までこう日本人ですごい手を洗ってるっていうイメージ私自身持ってたんですけども、意外と今まで洗ってなかったんじゃないかな。それが、このコロナによって手指衛生、あの、手や指のをきれいにするというのが浸透した結果、皆さんがしっかりと手を洗う、対策がどんどんできてきたんじゃないかなと。まあ、それによって、まあ、インフルエンザであったり他の感染症も今非常に抑えられておりますし、やはりこう手洗いというのは非常に大事だなというふうに思っております。で、まあ、こういった今、自分を守るがみんなを守るという新聞広告ですけれども、テレビコマーシャルも作っておりまして、今度動画でですね、それのウェブ版、インターネット上に、通常テレビコマーシャルって15秒か30秒なんですけれども、ちょっと長めの60秒版をご用意してますのでご覧ください。学校で、職場で、ご家庭で、みんなが丁寧に手を洗っています。正しい手洗いは感染症を予防する。無添加石鹸は手肌を守る。手はたくさんのものに触れる。自分の手を清潔に保つことは周りの人を守ることにもつながります。これからも丁寧でこまめな手洗いを。みんなを守る。無添加手洗い石鹸バブルガード、シャボン玉石鹸。こういったのが今現在テレビコマーシャルでも流れて、30秒とか15秒バージョンが流れてますので、ご覧になった方も、いらっしゃるかもしれませんが、ぜひあのちょっと気に留めていただければなと思います。でこのハンドソープですけれども、このバブルガードという商品、2009年に、発売しておりまして、でその時に、感染症対策研究センターというのを私ども立ち上げておりまして、ちょっとその話をさせていただきたいと思います。でそれまで、今我々はこのコロナ禍で1日に何回も手を洗う方増えましたけれども、まあ、その当時2009年当時そんなに今一般の人は1日に何回も何十回と洗うことはない、まあ、せいぜい 4,5 回ぐらいなんですけれども、まあ、医療に携わる方であったり、まあ、介護もしくは、食品を扱うような方々、やはり1日に30回40回手を洗う方々で、手が荒れるから手を洗いたくないというような声が、たくさんあったんですね、現場の声として。で、まあ、私ども無添加石鹸、除菌、菌を洗い流すことができるにしても、ウイルスをやっつけることができるのかというような観点で、ウイルスに効果があって、しかもその殺菌成分を入れるわけではなくて無添加石鹸で、その配合、
うまく作ることで、無添加石鹸で手肌に優しいままウイルスに効果がある、ようなものが作れないかというので、広島大学のウイルス学の先生とですね、共同で研究開発したのがこのダブルガードという商品ですね。で、例えば、インフルエンザウイルス、新型インフルエンザウイルスを1000分の1以下、まあ、いわゆる不活性化、やっつけることができるとかですね、あとは、ネコカリシーウイルスっていうのは、ノロの代替、ノロがちょっと実験にあまり使いにくいので、その似たようなので代替でネコカリシーっていうのを作るんですけど、これも100分の1に不活性化するとか。で、こういうのを持ってですね、こういうデータを持って、現場レベルでしっかりと研究室レベルだけではなくて現場に落とし込んで、そしてそのメカニズムを解明して、手洗いを中核として感染予防、感染対策というのを世の中に発信していくというのを、2009年、今から11、12年前にですね、立ち上げておりまして、その時にこのバブルガードという商品を開発しまして、でその時に、石鹸で手肌に優しいですよと漠然と言ってたものもですね、大学の方のデータを取っていただきまして、細胞障害テストが一般的なハンドソープに比べて30分の1以下だと、まあバブルガードで30回手を洗うのと一般的な合成のハンドソープで1回手を洗うのは同じぐらいの細胞障害だというようなデータが出たりもしつつですね、今までシャボン玉石鹸はどちらかというと小売店様から一般の方々に買っていただくものだったんですけれども、病院とか施設の中での利用というのもこれによってちょっとずつ今広がってきております。で、あと、そうですね、昨年10月新型コロナウイルスに対する効果というのも、しっかりと、1万分の1以下にするというエビデンス、こういった実験データもしっかり出ております。ただまあ、薬薬品ではないので、なかなか商品には書けないんですけれども、実験結果としてはこういうものが出ていると。ですので、まあ地元だけではなく、これ地元ですね、結構福岡県内、いろんな病院の施設の中で手洗い場で使っていただいていたり、まあ、ただ地元だけではなくてですね、面白いところで言うと国立感染症研究所等々でも使っていただいたりというふうにしております。で、まあ、このコロナ前から手洗いというやってきたおかげでですね、まあ、正しい手洗いの仕方などもこう啓発させていただきながらハンドソープの普及に努めている、ハンドソープをしっかりと手を洗っていただくことに努めているわけなんですが、これでまた同じくですね、2016年にですね、北九州感染制御チーム KRICT さん、まあの監修のもとにシャボンちゃんの当社のキャラクターを用いた手洗い歌というのも作っておりますので、正しい手洗いの仕方を改めて皆さんにもご紹介になりますので、ご覧いただきたいと思います。シャボンちゃんの手洗い歌。お水での手洗いはもう終わったかな？それじゃあ行くよ。せーの。手のひらシュシュシュ。手のひらシュシュシュ。手の甲シュシュシュ。手の甲シュシュシュ。髪まもシュシュシュ。髪まもシュシュシュ。指先シュシュシュ。こういった手洗い歌もですね、YouTube 上で検索していただければ出ますので、まあ、ぜひ、ご活用いただければと思います。結構手前味噌ながら非常に親しみやすいメロディーで、子どももすぐ手洗いシュッシュッシュってやってくれたりしますので、正しい手洗いのやり方っていうのをしっかり、覚えていただければと思います。はい。そしてですね、これまたもう一つちょっと、話のテーマが変わりますけれども、冒頭の短い動画でもお話ししましたけど、香害、香りの害の香害、香害についてお話ししたいと思います。まあ、化学物質過敏症というものの一つなんですけれども、2018年にですね、私どもこういった新聞広告、意見広告を全国紙で出させていただきました。
日本に新しい公害が生まれています。その名は香りの害で公害、本当に工場の煙のように、その柔軟仕上げ剤、洗濯洗剤のようなボトルからもくもくとピンクの煙が出ているような、映像です、画像ですけれども、こうですね、同じ週に2回目としてこの公害を知ってくださいという、 こう手紙、をモチーフにしたものを出していまして、でこの公害というのがですね、10年ちょっと前ですね、アメリカからのダウニーとかがですね、柔軟仕上げ剤が非常に流行ってきて、で余分に入れたりする香りを、それまで日本人はそこまで強い香りってそんなに好んでなかったんですけれども、まあ、非常に強い香りを好むようになって、でそれがきっかけ、そこからですね、この公害というのがどんどん増えてきたというわけなんですね。で、実際私どもではですね、2016年からですね、ウェブ上でこういったアンケートを取っていくと、やはりこう人工的な香りで、体調崩したことがあるという方は結構いらっしゃったり、まあ、そうは言いながら結構自分自身は匂い付きのものを結構使っていると、まあ、そういったアンケート結果が出たりしておりました。で実際、化学物質過敏症の中の一つなんですけれども、柔軟剤とか消臭剤、スプレー、洗剤とか整髪料、そういったものでですね、事例としては例えば小学生であれば給食着、これなんか結構次の人に回すときによりこう綺麗にしようというか、匂いをつけて回すことによって。それでは森田社長様、どうぞよろしくお願いいたします。で、非常に体調悪くなったりとか、高校ぐらいになるといろんな香りもつけてしまいますし、通勤電車の中でもう逃げられなかったり、で隣の家から漂ってくる匂いで主婦の方も発症したり、まあ、いろんな問題があって、まあ、そういう事例があるというのは私ども認識してたんですけれども、実際ですね、2018年にこれ先ほど新聞広告にも使ったものなんですけども、実際この手紙を私、北海道の小学生からこの手紙をいただきまして、もう本当に教室に入れないんだというような悲痛な叫びを受けて、これは我々健康な体ときれいな水を守ると言っている以上は、こういった状況を無視できないなと、しっかりと多くの方に伝えなきゃいけないというので、先ほどのこの新聞広告、意見広告につながったわけなんですね。ただ、まあ世の中的には香料がを使った CM を見ない日がない、テレビコマーションを見ない日がないぐらい、こうポンとしたら匂いがポンポン出てくるような、まあ、そういったのが市民権を得ている中で、まあ、こういった広告を出すのはちょっと大丈夫ですかねみたいな、社内的にもちょっと、危惧するというか、まあ、ひよったような意見も出てたんですけれども、まあ、我々先ほども申したように健康な体ときれいな水を守ると言っている以上は、こういったものを世の中に発信していかなきゃいけないし、多分おそらくこれを言える会社ってうちしかない、シャボン玉しかないんじゃないか、だからうちが言う意味があるんだ、うちしか言えないことはうちがしっかり言っていかなきゃいけない、他の企業じゃなかなか言えないことだろうというのもあって、我々なしどんな批判が来るかドキドキしながら出したんですけれども、結果としてはですね、多くの方から好意的な意見が寄せられて、まあ、SNS 上でいわゆるバズったというかですね、いいねとかシェアとか拡散とか、リツイートたくさんしていただきまして、その多くがですね、よく言ってくれた、私だけじゃなかったんだと、まあ、そういった声がたくさんいただきまして、で、逆にですね、そういったものを受けて良かった反面、本当潜在的にこんなにたくさんの方が苦しんでるんだ、もっとこう多くの人に知ってもらわなきゃいけないというので、ちょっとショートムービー25分ぐらいの、短い映画を作りまして、ナレーションには小雪さんにしていただいてたりと、でそれのちょっと5分ぐらいの短いバージョンがありますので、公害について知っていただく、動画になってますのでご覧いただきたいと思います。化学物質過敏症というのを診断するときに、やはり心の病というか、それだけだと思われると困る、こういう神経性になっているような検査、それを重ね合わせることによって、化学物質過敏症と患者さんを診断しております。環境中のですね、化学物質が体内に入ったときに、本来ならばほとんど影響を受けないような、非常に微量な化学物質のですね、体の中に入ったときに、それによっていろいろなですね、症状が出てくる。まあ、そういったものが化学物質過敏症なんですね。香りの害とよく言われているようなですね、いわゆる柔軟剤に使うような香料であるとか、そういったものが、まあ、若すぎに増えてきた。化学物質過敏症の患者さんが反応するものというと、香りが一番多いです。で香りというのは化学物質なんです。すごく少ない影響でもですね、それが非常に数が多くて、
ある程度の期間ですね、そういった確保したりすると、体がもうこれ以上は僕はもう確保する受け入れられないよっていう、そういう状況になって黄色信号が出ています。間に化学物質は体内に蓄積し続けているのです。急に説明が過ぎて、風邪でもひいたかなと思ってだいぶ回復したので出勤したら、そこに職場に入るととにかくまた具合が悪くて、酸素ボンベを3キロぐらいに背負って通っていたんです。高知県の公立小学校です。この小学校は化学物質過敏症の児童のために教室を改装しました。子どもは、上の子は小学2年生の時に頭痛い鼻水がずっと出始めて、要するに小学生の服ですね。もう基本的に、合成洗剤や柔軟剤を使った廊下側にも流れ出して、そしてうちの娘は頭痛くなってしまうということですね。インクついてるんですけども、揮発して、それが吸い込んで頭が痛いということになるので、文科省の化学物質過敏症対応の教科書なんですけど、のり付け、接着、のり付けがないので、ホチキスで止めてあるんですよね。で、そういうので、この接着の部分からも匂うし、印刷の部分も匂うしっていうんで、花粉症が去年まで大丈夫だったのに、今年になってものすごいひどい花粉症になったのと同じで、化学物質過敏症もですね、去年までこんなの平気だっていう人たちは、次の年に突然ですね、化学物質の影響で頭が痛くなったり、いろんな症状が出たりすることがあるので、そういう意味で感度さえ良ければ誰でもなるかもしれない。化学物質過敏症の患者さんの生活を真似して暮らせば健康体できると。化学物質過敏症を予防する5つの習慣です。暮らしの中から1つでも多くの化学物質を減らしてみてください。いつもきれいな空気を心がけてください。保存料、着色料、化学調味料が入った食事を減らし、手作りの和食メニューを増やしましょう。無農薬の食べ物には多くのビタミン、ミネラルが含まれ、体内の毒素をデトックスしてくれます。毎日少しの運動で汗をかいて体調を整えてください。今見ていただきました。これ25分のフルバージョンを今インターネット上で公開しておりますので、あとDVD の貸し出し等も行っており、無償で行っておりますので、ぜひ何か使いたいという方があればお問い合わせいただければと思います。でこの本当にビデオの中にもありました、いつ誰がなってもおかしくない。であと問題としては、その柔軟剤使っている人も
良かれと思って使っているというところですね。ただそれによってこう健康被害が出ているというのをまず知ってもらわなきゃいけないという思いがありましたので、こういったものを作って広く知ってもらおうと、知った上でいろいろ選ぶことができると思いますので、なっております。で、まあ、一度に大量被爆であったり、繰り返しになって、まあ、本当タバコの副流煙みたいな感じで、好き嫌いじゃなくて本当に健康被害が起こるというような形になりますので、これやっぱり知ってもらわないことにはなかなか削減できないなと。本当に今日まで大丈夫だった人が明日からダメになるかもしれないというような、で本当に生活が本当に大変になってしまいますので、多くの人に知っていただきたい。特に、学校に通う子どもたちはですね、選べないという、もうその教室から決まってる場所に行かなきゃいけないというのもありますし、一人一人ちょっとぜひ意識を持っていただければなというふうに思います。はい。で、ちょっとだいぶ時間も押してきましたけど、最後あの SDGs の取り組みについてもお話ししたいと思います。まあ、私どもはもともと SDGs が叫ばれる前から持続可能な世界で、まあ、特に健康な体ときれいな水を守るという企業理念でやってきておりますけれども、これについてもですね、ちょっとすいません、もう続けざまですけれども、最近また動画を作りましたのでご覧いただければと思います。シャボン玉石鹸は1974年から無添加石鹸の製造販売へと切り替え、企業理念、健康な体ときれいな水を守るに基づき、人と環境に優しい製品作りを行ってまいりました。私たちは技術の分野において世界一の石鹸メーカーを目指し、今後も石鹸の普及に取り組んでまいります。また原料や資材の調達の透明性、より環境に優しい包装資材への切り替え、再生エネルギーやクリーンエネルギー化への推進、これらのことを行いながら、シャボン玉石鹸が関わる全ての自然環境や人権に対して責任を持って、今後もより取り組みを強化してまいります。
はい、まあ、このような活動をですね、まあ、基本としてはやはりこの石鹸の普及、石鹸を作って販売していく、広げていくこと自体が一番環境にも貢献するわけなんですけれども、まあ、原料に使っているパーム油、こちらの問題であったり、まあ、廃棄物の削減、いろんなことに取り組んでいます。で、先ほどミャンマーの移動ですけど、今、昨年末ぐらいに2期目もようやく完成いたしまして、まあ、ちょっとずつですが広がっています。あとは、工場見学、このコロナ禍でなかなか受け入れられなくなりましたけれども、年間大体1万5000人ぐらいの方が来ていただいて、この石鹸を通じて環境に対する考え方なんかをこういろいろお話しさせていただいたりしておりました。先ほどの公害であったり、あとは、今日ちょっとお話ししてませんけれども、北九州市様とですね、一緒に取り組んだ、石鹸を使った消火剤、火を消す消火剤、これもですね、今、インドネシアの泥炭火災、まあ、大規模な、森林火災につながるような火災があるんですけれども、まあ、それを消そうと、で環境にも、優しい、そういったものをやってまして、で環境大臣賞というのも一昨年いただくことができました。で先ほどの感染症対策研究センターの活動であったり、あとは石鹸リサーチセンター、石鹸を用いて新たな可能性を追求していこうといった活動も行っております。で今、ビデオの中にもありましたけれども、2019年にはですね、星北九州市様と包括連携協定を結ぶことができました。これも SDGs を中核としてですね、一緒にやっていこうと、にやっております。であと先ほど手洗い歌ありましたけれども、あの歯磨き歌、というのもありますので、ぜひそちらもあのインターネット上ありますのでご覧いただきたいなと思います。で先ほどあの、カナリアからのメッセージという動画ありましたけれども、まあ、ああいう映画含めてですね、食や健康に関する映画の上映会、毎年行ってたんですけれども、あいにくやはりコロナの影響で、昨年できてませんが、今後もまた、コロナが落ち着いたら行っていこうと。まあ、いろんな活動をしておりますけれども、SDGs に取り込むことのメリット、まあ大きく6つほど書いてますけれども、左下のリスクの回避、取り組まないことによってですね、やはり最近、今の世の中的にも、そして新しい若い方っていうのは、やはりこういった、持続可能な世の中に向けての取り組みっていうのに関心が高い方も非常に多いですし、まあ、投資の対象としてもそこは重要になってくるんじゃないかなと思います。また、まあ、SDGs をやってるから今回もこういったふうに私どもこう講演の機会をいただいたり、まあ、広報機会の創出というのもありますし、先ほどの北九州市様との包括連携もパートナーシップの強化につながる、まあ、そういったいろんなメリットがありますので、ぜひこう各企業、何をやったらいいかわからないというところもあるかもしれませんけれども、まず企業で取り組むべきこと、できることよりもやりたいことからこういろいろやっていくといいんじゃないかなと思います。でちなみに、北九州様と、2019年の暮れに連携させていただいたんですけれども、昨年の末にですね、またその視聴報告させていただきまして、その内容も一部ここでお話しさせていただくと、まあ、SDGs の中核としてさまざまな取り組みをしていく、そんなちょっといくつかご紹介していくと、産学官民でですね、感染予防健康管理を考える懇話会というのを立ち上げまして、今年の3月の13から21オンラインで、こういったものを行う予定です。地元の、一律八幡病院様であったりですね、サンキュードラッグ様、そういったところ明治学園とかですね、まあ、そういったところと連携して、まあ、健康増進を進めていこうと。あとは先ほどの手洗い歌ありましたけれども、今 RKBさんの方でですね、手洗いダンス、あの先ほどの歌にダンスをつけていただいて、共感モーニングで今応援されてるんですけれども、あの過去のいろんな企業、あとスポーツ選手とかやっていただいてるんですけれども、これも今インターネット上で手洗いダンスで検索していただくと、いろんな人が結構面白い方が、HKT さんなんかも含めてですね、やってくれてますのでご覧いただきたいなと思います。あとまあふるさと納税とかですね、あと面白いので言うと、昨年末ネジチョコ、北九州のボルトとナットのネジチョコってあのグランダジュールさんが作ってますけれども、それとあと、西日本工業大学さんに金型の 3D を起こして、 3D デザインを起こしていただいて、シャボンちゃんとあと石鹸型のチョコレート、シャボン玉石鹸食べても安全ですよって言ってますけど、これ本当のチョコレートで食べて美味しいチョコレートで、箱の側面には北九州の PR になればというようなものも入れて、他にも QR コードとかですね、いろいろ入れて販売しております。で、あと
工場見学もですね、できなくなったんですけれども、逆にこうオンラインで今いろいろ取り組んでおります。ちょっとそのオンライン工場見学のですね、紹介ビデオ、これもちょっと2分ぐらいあるんで、時間をしてますけど、ご覧ください。では主に2つのコンテンツをご用意しております。1つ目は座学による勉強会です。勉強会では石鹸と合成洗剤の違い、作り方の違いやそれぞれのメリット、デメリットなどをお話しします。エンドユーザー様はもちろん、普段接客をされている販売店様からも初めて知ったと驚きの声をいただき、大変好評をいただいております。2つ目はメインの工場案内です。工場では石鹸の釜炊きの様子から固めて石鹸になるまでの工程、無添加石鹸作りのためのこだわり、他社様との違いなどをご紹介いたします。また普段はご案内できないような特別な場所もオンライン工場見学ならご覧いただけるようになります。ご自宅やオフィスにいながら手軽に商品知識を学ぶことができます。皆様が楽しめるような仕掛けをたくさんご用意しております。オンライン工場見学では感染症対策や移動時間の短縮ができることがメリットですが、他にもお客様の様子を常に確認しながら会話ができるので、距離が離れていてもしっかり臨場感を楽しむことができるのもポイントです。質問があるときはチャットやボイスでお伝えいただければその場で回答いたします。お客様への接客や売上貢献のための有益な情報をたくさん発信しておりますので、ぜひシャボン玉石鹸のオンライン工場見学にお越しください。お申し込みやご質問は営業担当までお尋ねください。皆さんのご参加をお待ちしております。今ちょっと営業担当というなりましたけれども、一般の方の受付も当然行っておりまして、近くでいうと2月の2日とか2月の10日とか、ホームページ、会社のホームページの方に記載しておりますけれども、一般の方も普通にこう事前に登録していただいて、簡単に気軽に見ることができますので、ぜひこう少しでもご興味ある方見ていただければなと思います。今回この、動画たくさん投入してますけれども、コロナ禍でなかなかコロナによって、できないこともたくさん ありましたが、だからこそ逆にこうできることをいろいろやっていこうというので、今本当、今こういった動画の作成、いわゆるデジタルコンテンツ的なものをたくさん今作っていっております。その中で今日見て、これいいな、あんま良くないなというのもあったかもしれないんですけれども、まずはいろいろたくさん試してみるというような活動でこういったことも行っております。我々、健康な体ときれいな水を守るをモットーにこう無添加石鹸を作っておりますけれども、この石鹸の良さをどうやって伝えるかが日々いろいろとこう考えを巡らせているところでございます。ですので今日お話聞いてですね、いろんな話ちょっと飛びすぎて、取り留めもなかった部分もありますけれども、ぜひ、北九州の企業シャボン玉石鹸というのはこういう会社なんだということをご理解いただいて、ぜひ商品を選ぶときに裏書きを見たりですね、ちょっと環境に優しいとか、そういった側面で物を選んでいただけると、嬉しいなと、幸いだなというふうに思います。ちょっと時間を超過してしまいましたが、これで一旦私の講演を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。森田社長様ありがとうございました。それでは引き続き当研究所の八田達夫理事長と少しお話しいただきたいと思います。八田理事長よろしくお願いいたします。はい、森田社長大変ありがとうございました。私ども北九州市の人間はもうみんなシャボン玉掘りで、シャボン玉石鹸をもうよく知ってて、もうまずあれですね、空港に入ったところから空港のところがありますよね。はい、それで非常に身近なんですけども、直接社長からお話を伺って大変良かったです。それから私どもで
地元の企業の社長さんにお話しいただいてまして、かつて例えば第一交通さんとか、それから飛行機会社の息子とか話していただいたんですが、今回初めて、このネットで使うということで、いろいろ動画を活用していただいて、新規塾で大変ためになりました。で、私はですね、辛口の質問をいくつかさせていただきたいんですが、はい、一つはですね、もうこの、もう明らかに優れたこの無添加の石鹸を、これ一本で行かれるつもりなのか、それとも他の方面にですね、先ほどいろんな化学物質を含んだようなものはまずいから、そういうものがないようなところのことを強調すべきだとかおっしゃったから、そういう方向で他の製品にも行かれるつもりかということがまず一つです。それからもう一つはですね、それに関連してるんですけども、お宅の無添加から運動後発で後で出てきたファンケルが、そのように、無添加で有名なわけですけども、どういうふうに商品差別化されるのかということですね。それから、今後やはりもうこのシャボン玉石鹸さんのコンセプトっていうのはもう、ある意味で絶対的に重要だから、これ真似してやろうという会社が山ほど出てくるんじゃないかと思うんですが、それなんかこう それに対して特許かなんかで守られてるのかどうかということで、最後にですね、途中で私ネットが切れちゃいまして肝心のところ聞けなかったところなんですが、この、その前に見たところでは、合成洗剤すごく毒性が強いと、それで石鹸は食べることもできるということは、ウイルスに対してはですね、毒性が強い方がいいんじゃないかと、さっさと殺せるからというふうに思うんですが、そのウイルス対策としては要するに洗い流すということがメリットなのか、それとも合成洗剤だとついでに洗い流す前に殺してしまえるのか、その辺のことも伺いたいと思いました。で、それから最後は全然質問でも何でもないんですけどね、私、いつもストレッチとか筋トレの YouTube を見てるんですが、やっぱ人気講師っていうのは連続でいくつもやるんですよね。で、その10分とかそのくらいのプログラムを全部やるんです。で、そのシャボン玉石鹸さんのテーマっていうのはいろいろ多岐にわたってて、みんなが興味持つことだし、社長はお話お上手だから、その専門家をこう呼んじゃあですね、一つのテーマごとに月に一遍ぐらい連続講座をやっていただければ大人気になるんじゃないかなと。これは質問じゃなくてコメントです。以上です。どうもありがとうございました。はい、語り以上ありがとうございます。で、ご質問いただいた、4点お答えさせていただきます。で、まず無添加石鹸これ一本でいくのかというところに関しましては、まず一つはその無添加石鹸を用いた火を消す消火剤というビジネスも今ありまして、いわゆる家庭の消火器とは違うんですけれども、消防車両、消防車の中の水の中に、簡単に言うと石鹸を混ぜることによって、水の消火能力を飛躍的に高めるというものがございます。もともと海外ではいわゆる合成洗剤を用いて作ってるんですけれども、どうしてもそれだと、環境を汚してしまうというので、北九州市が世界初となる環境に優しい消火剤を作りたいというので、当社と共同で作らさせていただいています。まだ、いわゆるビジネスにはなってはない、ビジネスレベルにはなってないんですけれども、今後新たな会社の柱となるように、当社としてはしっかり育てていっているところです。で、他にもですね、石鹸のいろいろ技術転用はできないかというので、石鹸リサーチセンターというのも、創業100周年の時に立ち上げまして、これも産学連携で、石鹸を用いていろんな取り組みができないかを模索しているところがあります。あともう一点、今後の可能性としては、肌を洗う、健康を維持するという意味では、保湿クリームとか、そういったところは、入る可能性としてはあるけれど、現時点では全くないんですけれども、そういったところは、
親和性が高い部分じゃないかなと思っています。で、そこに行くと、まさに次の質問、ファンケルとの差別化なんですけれども、ファンケル確かに今無添加として多分認知度は圧倒的に高いと思う。日本だけじゃなくて海外でも高いんですけれども、ファンケルさんに関してはほぼやはり化粧品というジャンルに特化されて、あとはまあ健康サプリメントとかですね、そちらに行っておりまして、まあ、私どもはどちらかというと、まあ、日用品とか、洗濯であったり食器洗い、あと体洗う、まあ、体洗いも一応化粧品にはなるんですけれども、化粧というよりは本当にもう基本的な部分、ベーシックに洗うというところに特化しているというのが大きく違うんじゃないかなというふうに思っております。なので、まあ、美容というよりは我々健康ですね。まあ、ファンケルさんも健康は意識されているとは思うんですけれども、より健康というところで、健康と環境というところに我々は特化しているんじゃないかな。特に子どもと男性ですね。そうですね、はい。はい、で、あとで、そこでまた今後、マネーであったり、他社が、参入してくるというところなんですけれども、ここが一応結構難しい部分でして、我々がやってるのは、お酒作りとか味噌作りと同じように、本当に昔からあるのを真面目にずっとひたむきにやってるということなので、特許は特にございません。ただ、一点ですね、やはり、シャボン玉石鹸を応援してくださる方って全国にたくさんいらっしゃるんですけれども、技術であったり、見た目、性能は真似できてもですね、会社の歩んできた歴史というか、ストーリー、やはりこの、最近になってこの無添加を始めたわけでもなく、売れない時からやってきたっていうところは、我々としては、よそには絶対真似できないストーリーじゃないかな。まあ、そこは一つの差別化できるポイントではないかと思いますし、こういって、なかなかですね、本当に、洗濯までこの無添加で1週間かけて作ってるとこってないんですね。洗顔とかは1週間かけて作るような、うちと同じようなことをやるとこあるんですけれども、本当にこだわり抜いて、洗濯ってやっぱり肌に一日中触れてる衣類を洗うものですので、そういったところまでストイックにこうやってるっていうところは多分なかなかそれで採算ベースに合わせるというのは難しいんじゃないかなというふうにも思っております。ブランド力ですね。そうですね。はい。ね、そして、あともう一点最後、ウイルスですけれども、これ実はですね、一般的な合成界面活性剤より、抗ウイルス効果、いわゆるウイルスにこうやっつける力というのは石鹸が異常の方が強かったりするんです。その理由がいろいろありまして、でこれが当社がその石鹸リサーチセンターの中でいろいろエビデンスを取っているところになるんですけれども、これが研究室で、の、顕微鏡の中での実験だけではなくてですね、工学部にも依頼して、そのメカニズムの解明にも努めているんです。なんで石鹸が効くのかと我々も思ったんですけれども、一般的なインフルエンザとかは、まあ、エンベロープという膜があるんですけれども、これは比較的膜を破ればやっつけることができるんです。アルコールであったり、普通のハンドソープ、いわゆる合成のものでも結構効きやすいんですけれども、この膜がないタイプのウイルスは非常にやっつけにくいとあるんですが、こういうのも石鹸の中の一つの成分が非常に効くんですけれども、このなぜかというと、ちょっと映像がないんで分かりにくいかもしれないんですけども、ウイルス、こう、球体にスパイクがこういっぱいこう、トゲトゲが出てますけれども、通常の合成界面活性剤はこのウイルス自体を破壊するような、働きかけ作用を行うんですけれども、石鹸の場合はこのウイルスのスパイク、このトゲトゲに先にくっついて、このスパイクを取れてしまうらしい。なので、このスパイクが、タンパク質、いわゆる細胞の中に入るきっかけを作るものなんですけれども、このスパイクの方に作用して、感染化を下げる、いわゆる感染できなくする。っていう作用があって、これがまた作用スピード、反応スピードも非常に速く、石鹸の持つ特徴なのか分かんないですけども、その作用の仕方も全くアプローチの仕方が違うというので、論文にもしっかり、掲載していただいているんですけれども、そういった作用の仕方で手肌に優しく感染予防になるというので、おかげさまで今、広がりがたくさん出てきているというようなところです。はい。どうもありがとうございました。はい、それではもうお時間過ぎておりますので申し訳ありませんけれども、以上をもちまして本日の成長戦略フォーラムを終了させていただきます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。はい、森田社長様どうもありがとうございました。ありがとうございました。